不算な行動、木村直樹です。今回は婚活に悩む女性会員にアドバイス。あなたは一目惚れを何回しましたか？女性はだんだん相手に好意を持つについて話をします。40代半ばの女性会員は、仕事では中間管理職で上司と部下の間に立つ板挟みの悩みがあり、婚活ではお見合いが成立せず、たまに成立しても心ときめくような相手ではない。このまま婚活を続けようか悩んでいました。私は次のアドバイスをしました。あなたは学生時代、これまで何回一目惚れをしましたか？多分1、2回でしょう。何十年で1、2回しかしていない一目惚れをお見合いで求めても無理です。今後のお見合いで相手に心ときめくようなことはないでしょう。女性の場合、相手の男性から好き、結婚したいとアプローチされて感情にスイッチが入ることがあります。お見合いで相手を判断するのではなく、お見合い後3回やってその後の交際を継続するか、やめるか判断しましょうと伝えました。私も30代の婚活では心ときめく美人探しの婚活をして、結局40歳で婚活をやめることになりました。女性会議はお見合いで白馬の王子の登場を求める婚活はやめて、まずは相手から好き、結婚したいと言われる自分磨きをしてほしいと思います。婚活しましょう。そして新しい人生を歩み始めましょう。